ただただタッチ見て、はい、彼氏でーす。こんにちはー。というわけで、サムネイルはですね、多分なんか海のそばになってると思うんですけど、まあ海の、ここ海なんですけど、ちょっと風が強すぎて車の中避難してきました。さて、話があります、今日は。聞く気ある？あるよ。なんか眠い。眠い。俺の分のご飯も食ってたのに今ね。うん。血糖値爆上がりしてる。わかる。というわけでですね、また突然ですが、何？私、沖縄に引っ越そうと思うんですけど、ついてきますか？一緒に行く？え？なんかさ、これってどう言わない？なんかさ、これを知らなかった反応すれば、みたいな。いいの？知ってでいいの？あ、知ってでいいのね。もう普通でいいのね。そりゃそうでしょ、普通に。勝手にさ、家とか決めたとか YouTube 上がってるから、すでにさ。うん、まあ、行くんですよ、二人で。おめでとうございますと思ったらチャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いします。どうなの、沖縄行くの。なんか最初は、冗談だと思ってた。でもずっと言ってたよね。昔っからね、うん。言ってたけど、いやもう全然想像もできなかった。もうずっ と東京に住んでるから。そうだよね、シティボーイだもん。無理だよって思って。うん。俺は無理だよって思ってたよ、ずっと。うん。やっぱ仕事もあるし、コラボもできなくなるし、言うて案件とかももちろん多いし、うん、まあ、ねえ、友達もこっちにしかいないし、基本的にはね。そうだよ。から、そう思ってたんだけど、なんかある日さ、突然話進んだよね。うん。順序としてはさ、うん、まあ、ずーっと行きたい行きたいってさ、冗談みたいでずっと俺やってたじゃん、口癖みたいに。はい。でさ、なんかある日さ、占いに行ってきたじゃないですか。あの日から進んだんで、覚えてるちゃんと。覚えてる。なんか占いに行ってきたらしくて。いや、でもあの時何も信じてなかったじゃん。いや、そう、なんか、遠くに引っ越した方がいい。海外とかみたいな。そう、海外とか行った方がいい。いいみたいな、急にタロット占い行ってきたんだよね、みたいな。うん、言い始めて、みたいな。まあ、まあ、その日はまあ落ち着いて、うん、本当にことが進んだのは、うん、なんか俺の友達が、渋谷の超高級マンションに住んでた友達がいて、はいはい、それはカップルなんですけど、カップルで、なんかすごいね、田舎の方に引っ越したの。で、家賃が40万か50万払ったのが、うん、10万ぐらいで 4L とか 3L とかなんかすごいとこ住み始めて。で、渋谷だとさ、40万とか50万払ってもさ、1L とかね、まあまあ、2L とかの、でもそれでも狭いんだけど、なんかちょっと田舎の方に引っ越してカップルで、あ、いいなって。と思ったら、まなぼ慎太郎さんっていうマッチョいるじゃん。あ、はいはい。慎太郎さん。あれが急に沖縄に移住し始めて、なんかみんなすごい引っ越すなと思って。で、ちょっとまた乗り気になって、その話を思い出して沖縄行きたい行きたいって言ってたの話を、うん。で、年明けぐらいに、2024年ってことね。うん、2024年ぐらいに沖縄行こうかなどうかなとかってもう一回ちょっとじゃあ半分冗談ぐらいな感じで言ったのね。うん、そしたら、その時また乗り気で、いいんじゃないみたいな。で、俺は年明けぐらいだと思ってたんですけど、彼が、年明け遅いんじゃないって言い始めたの。うんうん。言ったの覚えてる？覚えてない。なんでふざけんだよ。でもまあなんか最初は、その来年だったっていうのは覚えてる。そうで、まあ俺が大会が終わって、うんうん、大会が終わってから免許を取って、行くってなったら、車の免許も持ってなかったからね、その時。車の免許取ってから行くってなったら、まあ年明けかなと思ってたんだけど、彼が、夏、行けるんじゃない？もうすぐ。早い方がいいんじゃない？って言い始めて、言い始めたんだよ。そうだっけ？そうだよ。えー？とかつって、で、俺がそれでもう乗り気になっちゃって、免許取り急にさ、教習会始めたじゃん。うん。で、ちょっとやばいと思ったでしょ。いやいや、その頃やばいと思ってた。ガチだーってなった。やばい、りょうちゃん、本気出し始めたみたいな。うん。私、りょうちゃんなんですけど、白石亮なんで。で、ちょっと引いてたもんね、その頃ね。え、なんか焦った。だってもうさ、8月に行けるんじゃないとかって言って。家の更新がさ、8月だったから、8月末だったから。言い始めて、俺はだからもう、その気になって、教習会を始めたら、衝撃的なこと言い始めて、なんか、私、沖縄行ったことないみたいな。ああ、そう、本島だけない。そう、石垣と宮古はさ、一緒に行ったことあったから、でも引っ越すなら本島かなと思ってて、うん、で、俺がもう教師始まったぐらいかな。の時に、本当は行ったことないんだよねって急に言い始めて、うん、女急かしてきたくせに引っ越しを。え ってなって、じゃあ引っ越すの 100% 決める前に、一回ちょっと視察行ってらっしゃいって言って、視察行ったんだよね。はい、俺は行ってないんですけど、別で行って、なんかそこでね、住めそうだなって話になって、今回に至ります！引っ越し決まりました、それで。っていうのが決まった後に私は沖縄のまたこじゃ別で行って、お家決めて帰ってきたんだよね。そうです。だからもうあと1ヶ月後には行くんだよね、2人でね。やばー。どうですか？
楽しみは楽しみだよね。楽しみは楽しみ、でも不安は不安だって。ハブ捕まえて生活するんでしょ。そう、ハブハンターです。ハブハンターになるんだ、ね、動物の森みたいなことして。なんか1匹捕まえると4000ぐらいね、うん、あの沖縄県からもらえるのかな。そう、しかも金ハブ銀ハブみたいなレアハブがいてそれによっては1万円とかすごい。そう、ボロ儲けしちゃうっていう仕事をするらしいです沖縄行ってでもね、あのどこでもできる、まあ、それはまあ半分冗談で半分本気なんですけど、どこでもできる仕事だからね。はい、俺もどこでもできる仕事じゃないですか、撮影さえできれば。でこっちもどこでもできる仕事なんで、はい、まあ別に正直沖縄行っても困んないは困んないよね。そうですね、むしろやりやすいかも。心配事は友達がいないこと。やば、終わったね、気まず。まだ若いからうち。そうなの、なんかさ32、3、うん、のね、これはずっと2人で言ってるんですけど、32、3の年齢だとさ友達が信じられないぐらい沖縄に来るんですよ、うん、このぐらいの年齢ってさポンポン旅行行けるじゃん正直。俺の友達めっちゃ酒飲みだしアウトドア好きだし、だ毎月沖縄に誰かしらいんので、しかも俺はさ東京での仕事も結構あるから毎月東京に来る用事もあるし、から別に沖縄行ってもあんま変わんないんですけど、こっちはさ同年代の友達が、ね、23、4、5でさ、うん、そんなポンポン沖縄旅行行けないじゃないですか、経済的にも、ね、しかも地元大好きだしみんな。そうだよね、全然出てかない、飛行機乗ったことないみたいな友達ばっかだもんから、まあ、それはちょっとかわいそうだなって思うんだけど。楽しみなことは何？楽しみなことはいっぱいお酒飲めること。嬉しい。あー、もうせんべろしようね2人で。うん、まあそもそもなんかちょっとホームシックになったら東京戻ってこれるし。え、りょうちゃんいればいい。基本何でもできますから。私器用のタイプなんで、うん、しね。まあなんかさ沖縄に行くって言うとさ、なんか3年以内ぐらいに帰る人たちばっかりなんだよ失敗するらしいよ移住ってみたいなさ言ってくるやつらさめっちゃいるじゃないですか。めっちゃいるんですよ。結構ね、やめた方がいいよ、やめた方がいいじゃん、だって台風すごいし虫すごいし、なんかやめ絶対不便だよみたいな、うん、言ってくるよね。ムカつくよね。でも心配されてる。まあそうかね。でもさ別にさそれこそなんか失敗って言わなくていいのにね。うん、なんか合わなかったら帰ってくればいいぐらいに思ってくるしさ、まあ、実際の経験者に言われるのは分かるけど、うん、なんか行ったこともないような人たちにね、うん、なんか3年以内に帰ってくるらしいよね。そうなんだね。なんだお前ら、ハブに食われろと思ってとは思ってないですけど、まあまあね、合わなかったら帰ってくるんで、まあ2人でね仲良くできればいいかなという感じで、はい、つまり何が言いたいかというと、彼と一緒に沖縄行きます。イエーイ、メンソーレというわけで、末永くお幸せにと思ったらぜひチャンネル登録といいねとコメントして、また次の動画でお会いしましょう。またねー。